あなたにグイグイとアプローチをし、溺愛してくれる男性にはこんな本性が隠されているのかもしれません。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。強く愛される、いわゆる溺愛されること自体は悪いことではないし、グイグイとアプローチされること、それ自体にはあなたもね、そんなに否定的な感情を持つことがないかもしれない。しかし、なんでこの人こんなに私のことを愛してくれるんかな、なんでこんなにグイグイ来るんかな、なんかあんのかなと思ってしまう時がある。そのなんかはひょっとしたらこういうことじゃないですか、その溺愛してくれる男性、ひょっとしたらこんな本性が隠されているかもしれない、その男性の本性について今日は代表的なものを6つご紹介をしていこうと思います。彼がね、どんな態度で来ようが、あなた自身がブレない心を作るためにはどうすればいいか、あなた自身の問題として考える場合についてはね、こういうセミナーの中で詳しくご紹介をさせていただいています。こちらに画像出ていますが、日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ているので、こちらから日程場所ご確認いただいて、ご都合よければこちらにお越しいただくといいと思います。2日間の割と本格的な講座になるので、2日間とも僕ご一緒させていただくんでね、あなたの心の奥底にある本当の自分をね、見つけていこうなんていう、そんなお話、まあこちらにお越しいただくとして、まあ、今日はあなたに対して積極果敢にね、ぐいぐい攻めてくる、あなたを溺愛してくれる、しかしこの人なんか隠してるような気がするなとかね、なんか本性違うんちゃうかなと思うとき、ひょっとしたらこういう本性が彼にあるかもしれないから気をつけた方がいい。別にダメっていうことじゃないです。ダメじゃないんだけど、まあ、ちょっとあらかじめ気をつけておくことで、まあ、その後のね、対応もうちょっと楽になるんじゃないでしょうか。そんなお話です。もちろんここでご紹介させていただいた話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄説明欄にリンクが出ています。そちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますので、こちらからホームページ飛んでいただいてご希望の日時、お申し込みください。ということで今日はあなたに対してグイグイとね来る、まあ、溺愛男性の本性ですね、ひょっとしてこういう素性があるかもしれない、こういうことを隠しているかもしれない、その本性とは代表的なもの6つです。そのうちの1つ目はこちらです。はい、演技派な、ね、男性の場合は、まあ、いますよね。割とこう女性の気持ちをつかむのがお上手というか、そのお相手に合わせて自分をね、うまく変えていくことができる、うまく自分を演じることができるような男性というのはいるんです。まあ、言うほどね、こう情熱的かというとそういう感じでもないし、まあ、言うほどね、こう女性にズブズブとハマっていくかというとそういうタイプでもないんだけど、でもなんかね、そういう素振りを見せてくる、そういう態度、そういう言動をしてくる。あなたからしてみると、あれなんかそんなタイプじゃなさそうなのに結構来るよね、あれなんだろうっていうふうに思うときは、まあ彼はね、それを演技をしているかもしれないと。ただ演技をしていること自体はね、悪くはないんですよ。あなたの前でその演技をずっと続けてもらえばいいだけの話だから、あなたに対してね、ちゃんと自分がどんな見せ方をするとあなたが喜ぶかということをちゃんと分かって、器用にそうやって立ち回ることができる人なんで、そのこと自体は全然悪い人じゃないし、まあ、むしろね、器用でいい人だなっていうふうに思った方がいいかもしれない。しかし一方でね、まあ、そういう器用さを持ち合わせている人だから、まあ、それなりにね、これまで場数を踏んできてることもあるだろうし、まあ、場合によってはあなた以外の人にもね、同じようなことをしている、そのお相手に合わせてね、結構器用に、自分を演じて、お相手の気持ちをつかみに行くような、ちょっと遊び人的な要素があるのかなっていう気もね、しなくもないので、まあ、その辺は気をつけた方がいいよというお話は、前にもね、こういう話の中でちょっとご紹介差し上げたことあると思います。まあ、遊び人はね、大体こういうことしたりするから気をつけるみたいなね、お話ね、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てます。また関連する動画は、このチャンネルの中ではね、いくつかご紹介差し上げてるんで、チャンネルご登録いただいてね、他の動画と合わせてご覧になっていただければいいんだけど、演技をすること自体はね、悪いことではない。まあ、人はね、誰、他人と関わるときには、それなりの演技をするからね。ただ、それが、まあ、ちょっと度が過ぎるというか、まあ、ちょっとね、そんなにこう溺愛タイプじゃないし、グイグイ来るタイプじゃないんだけど、そうすると私が喜ぶと分かってやってるよね、この人ということが、まあ、分かるような時っていうのは、まあ、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないですか。別に悪い人じゃないけども、他でもやってたりとか、まあ器用にね、いろんな場面で自分を演じてることがあったりするので、ただ実際のね、あなたとの関わりの中で別にそういうことは全くなくて、器用にあなたの前でちゃんと演じきってくれる人だったら、まあ、それはそれでいいんじゃないですかという、そんなお話です。さあ、そして2番目、こちらです。
まあ実はこれが一番多いかもしれません。熱しやすくね、冷めやすいタイプの人ですね。あなたに対してね、こう溺愛モードに入りました、ぐいぐいね攻めるモードに入っていますと、その時は確かに本気なんです。本当にあなたのことは大好きだし、あなたを溺愛したいと思っている。場合によってはね、あなたに溺れちゃって息苦しいぐらいになってるんです。しかし時間が経つとね、はたって冷めるっていうね、まあこれね、お付き合い始まると大体女の人が感じるね、あるあるで、最初はなんであんなぐいぐい来たのに、なんで今は違うんだ、前はあんなにね LINE とかバンバン送ってきたにもかかわらず、なんで今は送ってこないんだ、下手すら私は送っても全く返してこないどころかね、帰ってきても 2,3 日にね経ってから送ってくるっていう、なんひょっとして冷めたのかっていうね、まあ、冷めたのかというと、まあ、最初に比べれば冷めたっていうのはこれは事実ではあるんだが、ただそれはイコールあなたのことを嫌い、あなたを愛していないということを意味しているわけではないということはね、まあ覚えていた方がいいかなと。まあ最初はね、やっぱりこうあなたを手に入れるためのモチベーションだから、まあぐわっとこう熱高まっていくんですよね。しかしまあ手に入りましたってなってくると、ちょっと気持ち冷めてくると、いうことはもうこれはね、男性特有の問題で、ただその傾向がね、よりまあ顕著というか、何に対してもね、すぐ夢中になるんだけど、まあ、いろんなものをね、まあ、お金かけて始めようと思って、一瞬夢中になるんだけど、気づいた時にはね、買ったものはもうガラクタとかしていて何もやってないとか、まあ、本当にね、中高生がね、俺たちはこのバンドで世界を取るんだ、武道館に行くぞと言っているような同じノリでね、やってる時はね本心なんですよ、そのつもりでいるんです。しかしまあ時間が経ってくるとまあいいかなっていうふうにまあ思ってしまうことはありますよね。まあだから結果的にね、女性に連絡をしなくなるような男性ってのはいたりするんだけど、イコールあなたを愛していないわけではなくて、まあもともと熱しやすく冷めやすいタイプだけだったりもするから、まあ、そこはちょっとまあどういうふうに見るかっていうのはあなた次第ということで、こういう動画をねご紹介差し上げたことがあります。こちらが画像が出てて、こちらにリンク先もあるんでね、まあ、このあたりちょっと見ていただきながら、まあ、冷めたんかなと。まあ、前に比べれば確かに冷めてるといえば冷めてるんでしょうけど、まあ、イコール恋愛感情がなくなったわけではないから、そこはね別に安心してもいいんだが、ただどうしてもね、そういう熱しやすく冷めやすいタイプだと、こちら側がね振り回されて冷めたんかなとか不安や心配になってしまいがちになったりするから、そういうお相手とね、まあ、お付き合いするとき、まあ、そういう、まあ、何やってもねこう中途半端にいつもこう、その都度夢中になるんだけど、途中で投げ出すようなタイプの人っていうのは、まあ、その傾向がより顕著だったりもするから、お気をつけになった方がいいんじゃないでしょうかというお話です。さあそして3番目です。はい、これ危ないやつですね。支配したいとか束縛したいタイプの人ですね。まあ、溺愛というね言葉を使って、あなたを束縛したり支配しようとする。いや俺は君のことが好きなんだから、君は俺の言うことを聞け、俺はお前を心から愛しているんだから、ね、まあ逐一どこにいるか俺に報告しろ、他の男と一切口聞くなみたいなね、ことを強く強く言ってくると、いやそれは愛してるからだというふうに彼は言うから、あなたもあそうなんか、愛してくれてるんかというふうにまあ思ってしまうかもしれないが、よくよくで考えてみろと、単純にあなたを支配したい、そして束縛したい、あなたをね完全に自分のものにしたい、まあ言い方悪いけど奴隷にしたいような男性が、よくよくね、俺はお前を愛しているからだ、お前のことを溺れるほど好きだからだみたいなことを言ってね、ぐいぐいと迫ってあなたを束縛したりする、あなたを支配しようとする、それって本当に愛してるのかって違いますよね。自分の心を満たしたいだけ、自分の不安や心配を解消したいだけの話であって、あなたを愛してるからじゃなくて自分の欲求を満たしたいっていう、ただそれだけの話だったりもするから、そこにねこうやっぱり愛しているからとかね、好きだからっていう言葉を乗っけられる、俺はお前を溺愛してるんだっていうふうに言われてしまう、だからその本質が見えなくなってしまうけど、単なるそれさ、モラハラおじさん、単なる DV おじさんだったりするから気をつけた方がいいよというお話だから、愛してるという言葉をね免罪符に相手を支配していいかっていうと、そういうことではない。これは男女逆にしては全く同じ話ですからね。あなたもね彼を愛しているからっつってね束縛しようとしても、彼とすればいやそれは愛してるというか自分の不安を解消しただけちゃうかなっていうふうに、まあ、思われてしまうことってあるじゃないですか。それと同じように、まあもともとねそういう人を支配束縛するようなタイプの男性が、まあ、あなたに対してねグイグイ来て、そして俺はお前を溺愛してるんだみたいなこと言っても、それはあんまり説得力がないから気をつけた方がいいんじゃないですかっていうような、そんなお話です。さあそして4番目こちらです。はい、
今の話にね少し関連するんですが、執着をしていたりとか、あなたに対して粘着をしている状態の男性があなたに対してね、免罪符として使う言葉で愛しているから、溺愛しているからだということを言う場合がある。これもね男女逆にしてもそうなんです。この場合の執着や粘着というのはね、一個前の話とちょっと関連するんだが微妙に違うのは、やっぱりこうあなたを失うんではないかという不安、あなたがいなくなってしまうんじゃないかという恐怖、それがあるからまずあなたを束縛しようとしたりとか、あなたに対してね、常にこう、監視するようなね姿勢になっていったりとか、だからこそあなたをね失いたくないとして、あなたの下の方からね支配束縛という上からということよりは今度逆に下からね、もうあなたのご機嫌を取るためだけにあなたを溺愛するようなタイプ、こういう人ってさ、何がやっぱり不安かっていうと、後々ね結局あなたが彼から離れていった時に、やっぱり不安や心配をねずっと抱えてらっしゃる人だし、そこに執着をしているから、いわゆるストーカーと化すわけですよね。やっぱり不安心配が現実になることなんか絶対許せない、彼女がいなくなることなんて絶対ありえない、彼女は俺のことが好きなはずだ、ちょっと家まで行ったろうとかね、ちょっと職場で待ち伏せしたろうみたいな、そういうさよくわかんない発想になっちゃったりするから、こういう人はね、気をつけた方がいいと。特にだからあなたに対してね、日頃からやっぱりこういなくならないほしいとか、俺の前から消えないでくれとか、本当にねこう下から来ていて、あなたに対して、君がいないと俺困るよみたいなことを言う人、言われる方はね、そんぐらい愛してくれてるのかなとかね、そんぐらい大事に思ってくれてるのかなっていうふうに思うかもしれないけど、いやそうじゃなくて、それは彼の不安や心配を消すためだけに彼がそう言っているに過ぎないので、それをね、溺愛という言葉で、一個前の話と同じようにね、本質を隠してそういう態度を見せてるだけだから、後々大変になったりすることはあるんでね、これもね日頃の彼の言動とかを見ていると、やっぱりこう不安神経症タイプな人とかね、ちょっとこう人に粘着したりとか、本当に過去のことをいつまでもねぐちぐち言ったりとか、誰かの悪口を延々ぐちぐち言うような人っていうのは、大体こういう傾向があったりするので気をつけた方がいいと、そういうお話です。さあ、そして、5番目です。はい、これは大変分かりやすいですね。重大な隠し事があるからあなたに、それに気づかれないように溺愛をするというかね、あなたをぐいぐいね愛しているような姿勢を見せる、本当はあなたにねそれを見せるとあなたから嫌われてしまうことがあるんじゃないか、それを知ってしまうと、俺は捨てられてしまうんじゃないか、そんなことがあるから、またねそれは後で多分バレるだろうな、後でそれ気づかれてしまうよね、言わなきゃいけないよね、だから最初のうちにねプラスを積み上げていこうということで、あなたに対してね、いや俺は本当にお前しかいないんだ、お前がいなかったら困るんだ、本当にね愛してるし本当に大事に思ってるってことを、口だけ言うわけだけではなくて、言葉や態度で常に示してくれる、あこの人本当に愛してくれてるんだ、あ本当に私のこと好きでいてくれるんだとね、思って実際付き合ってみたら、ね、彼に来借金がありましたとかね、実はご両親の介護とかがあって、その介護要因としてあなたのことを考えていたとかね、そういうこともさ結構あったりするんでね、だからなんかそんなにねこうあなた自身が愛されるような要素が自分にね、あなたにはあるんでしょうけど、彼からそう見えるような要素が自分にはあんまりないのに、なんかよくわかんないこうね形でやたらこう、いや君が好きだからビビッと来たからだみたいなことを、適当なことを言って、彼があなたに対してね、必死のアプローチをしてくるとか、必死にこう愛してくれるような姿勢を示すときというのは、ちょっとなんかあるんちゃうかなというふうに、思った方がいいかもしれない。お互いね条件面を見たときに、そんなになんかどうなの、求められるような関係か、いやそんなこともないけど、いやそんなことは俺は関係ないんだ、俺はお前が好きなんだ、ビビッときたんだみたいなことをね、ぐいぐいっと来るような人こそね、大体怪しくて、そのためにお金や時間をね本当に惜しまずに注いでくれるというのは、いやそれはさちょっと後になったらなんか出てくる可能性すごくあったりするよねというふうに、思った方がいいかなと。だからこれはさちょっと蓋を開けてみないと分かんないこともあるんでね、最初はね、ちょっとそんな疑念を抱きながら、でも気持ち持ってかれてね、そこまで行ってくれるんだと思って、言ってくれるんだと思って好きになりましたと。だけど、その先にひょっとしたら何かあるかもしれないぞということだけはね、ちょっと考えておいていただいて、いざお付き合い始まりましたとかね、いざ結婚しましたって蓋開けてみたら、あれなんだこれ、これ全然聞いてないんですけどっていうことに、なった時にもすぐ損切りできるように心の準備だけはねしておいた方がいいんじゃないですか。特にそのあたりでね、最初から嘘をつくような人っていうのはもうそもそも話
にならないというかね、もう最悪なんてね、やめた方がいいっていう話はこういう話で差し上げてるんで、まあその嘘がねバレた時点でとっととさようならできるようにはした方がいいよねっていう話、こちらに画像が出ていて、こちらにリンクもあるんでね、まあ、このあたりの話も参考にしてみていただくといいと思います。さあ、そして最後6番目はこちらですね。はい、相性がね、まあ、いいと思ってる相手に対してはそれは出来合いもするわと、まあ相性がいいというかね、まあ、本当に普通に人として、そして女性として、異性として好きだなと思える人に対しては、まあ、出来合いするというか、まあ、ぐいぐい行きますよね。だってそういう人ってあんまりいないし、そういう人って希少だから、そして貴重だし失いたくない、だからこそやっぱり自分の持てる力、持てるリソースをね、そこにもう全部注いでいきたいなというふうに思ってそうしてくれる。ただ1番目から5番目とね、ここは決定的に何が違うかというと、そんなにさ、なんかこうドラマティックな口説き方というかアプローチの仕方をしてるかというとそういう感じじゃないんだけど、ただやっぱり一緒にいてね、穏やかになれる、彼もそうだしあなたもそうだし、何かね、ものすごくこう恋愛感情がうわーってこう高まってる感じじゃないんだけど、でも何かあった時には必ず最後の最後は助けてくれるし、常にね、あなたのことを気にかけてくれてるっていう、そのエネルギーというか、まあ空気感をね、彼からは常に感じることができる。そして実際に何かあったらね、一番最初に声をかけてくれるし、助けてくれるし、彼が一番最後に帰るところはどこなのかなって言った時に、やっぱりあなたのところに帰ってくるし、彼にとっての心の拠り所にされてるなっていう実感をあなたが感じることができている。繰り返しますけどね、そんなにこう、まあ1番目から5番目まで言ったようなさ、こう激しい、まあグイグイというか、まあ、恋愛感情、恋愛表現をあなたにしてるか、愛情表現をそんなにしてるかというとそういう感じじゃないのかもしれないが、ただなんかね、もう必ず私のところにいるよね、なぜかいつも近くにいるよね、あ、なんかね、本当に私が困ったな、助けてほしいなと思った時に必ず助けてくれるし、そして彼自身がね、やっぱり困ったな、なんか誰かに助けてほしいなという時に必ずあなたに声がかかる、そんな関係がね、成立しているということは実感できていて、それをあなた自身がね、あ、本当に愛されている、彼も溺愛してくれてるんだなというふうに思えるような関係だったら、まあ、それが一番いいのかなとは思いますけどね。ただじゃあ果たしてその関係がね、いつまで続くんかって言ったら、こればっかりはね、付き合ってみないと分かんないというか、本当にそういう人なのかっていうのはやっぱり蓋を開けてみないと分かんないところもあるので、まあ、いざ実際にね、お付き合いしてそういう行動や態度が見えて、そしてあなた自身もね、そこに心の安寧であるとかね、まあ穏やかな気持ちを彼と一緒にいることで手に入れられているということは実感できるんだったら、まああとは信じて委ねて手放せと、まあいうことでいいんじゃないでしょうかと、まあそんなお話でした。さあ、ということで、全6項目ご紹介させていただいています。まあ6番目はね、まあ普通にこう好きだからっていうだけの話なんだけど、1番目から5番目に関してはまあなんかね、グイグイ来るけどこの人一体なんやねんっていうふうに、まあ、思うときっていうのはこういうことは隠されている可能性がありますという話だからといって、これも冒頭言ったようにその人はダメだとかね、その人は人間としてあかんやつだっていうと、まあ、そうではないから、あとはまあちょっとね、何か隠されていたとしてもそれ以外に彼にとってプラスな要素があったりとか、まあ、そういう要素があったとしてもね、あなた自身が彼の存在を必要な人だと思えるんだったらそれはそれでいいんじゃないですか。ただ、そういう要素があるっていうことだけはあらかじめ知っておいて押さえておけば、まあ、後で蓋を開けてね、なんだっていうふうに思った時にも、あ、そうか、やっぱりそういうことかということで、まあ、対処の仕様があるんじゃないですかということで、まあ、頭の片隅に入れておいていただくといいのかなと、まあ、いうお話でした。まあ、それ以前にね、そもそもグイグイ来てくれる人がいないんだけど、どういうふうにすればグイグイ来てもらえるのかというふうに、まあ、考える人はこのチャンネルにね、その話はいくらでもご紹介差し上げてるんで、チャンネルご登録いただいて、その辺の話を見ていただければいいとして、まあ、今日は大体このぐらいにさせてください。現場からは以上です。